皆さん、メリークリスマス。ももです。くろです。ももくろチャンネルでーす。クリスマスだね、25日。どういう時にうわクリスマスって感じる？クリスマスソング。そうだよね、わかる、超好き。なんか年々クリスマスっぽさがどんどんなくなっていく、私の生活の中で。子供がいるとやっぱあれなの？でも今年はアドベントカレンダーって知ってる？うん、なんかそれ12月から初めてやって、今ここだね、あと何日でサンタさんだねとかやったりとか。でも私はカフェで感じる、すごい。スタバとかさ、タリスが赤くなるし、カップがで、それこそ音楽が変わって、あと、ね、大好きな季節。ね、うん、プレゼント、え、交換とかしてるってあるんですか？今年しようっていう話なんだけど。おお、分かんなくて。いくらって決めたの？3万以内とかで。うんうんうん。私たちも今日はプレゼント交換を、はい、5000円以内で。ちょっと難しいね。5000円、しかも友達っていうのは結構難しくてさ、彼氏に買う、旦那に買うのとさ、うん、友達に買うプレゼントってすごい違うから。え、なんで違うの？どこまで本気でやっていいのかとか。ほら、恋人とかだとアクセサリーとか身につけるもの嬉しかったりするけど、友達ってどうなのとか。ももちゃんは彼からはアクセ欲しがるんですね。旦那さん見てますか？見てないですかね。アクセが好きで好きだ。もう言って。じゃあ、身につけるものがいいですね。というわけで、交換していきたいと思います。イエーイ !5000 円え、どんなのにしたの？じゃあ、どう？ヒント、ヒント、ヒントの話は。いやだからもうね、微妙よ。なんだよ、微妙なの買ってくんじゃねえよ。私は、質より数勝負でいきます。数です。いや、しかも YouTube だしさ、ちょっと尺的に1個じゃ足りないかなと思って。どうなんだよ、めっちゃ1個だわこっち。でもいいやつなんですよ。いいやつか。なんかもう袋がいいもん。いいところで買ってきたんですけど、ものすごく必要なんじゃないかなってものを買ってきました。どうしてもあげたかった。私さ、すごい何をあげようかって選んでる時に、あ、黒これくれるわ思ったやつがあって、それにはしなかった。実はそれ私も欲しくって。え、せーの、ボコボコソックス。え、でも近い近い。違うの？近いよ。ちょっと。え、もう私取ろう？え、じゃあ一斉のね。つけないんだ、そっか。せーの。うわー、最高最高、好き。好きだけど、好きだけどね。そうなるよね。あのべっこ飴入ってる。べっこ飴なんか。食べ物じゃない。じゃあ私からプレゼントします。どっちからあげようかな。え、じゃあ私からやる。え、いいよ。あの、おしゃれなスクスク、知ってます？スクランブルスクエアにあるお店で買ってきたんですけど。おお、メリークリスマス。ありがとう。やっぱ可愛いとテンション上がります。かわいい。ね、これ5000円以内にこれ入ってます。入ってます。行くよ、行くよ、開けちゃうよ。なんてお店だ？うちのリラックス。これはやっぱりこうあるじゃない、モコモコ靴下系じゃない。そうなんですわね。もう何でもお見通しだね。あかわいいでしょ。かわいい。モコモコソックスよりもこのまんまいけるからね。かスリッパいいね。低反発ぐらいも完璧だわ。おしゃれじゃない？しかもなんかこの形がさ、かわいいと思った。もしかしたら靴下なしじゃやっぱちょい寒かな。裸足でもいけるかなって思ったんだけど。裸足でもいけそう。結構深くまであるもんね。どう？ちょっと歩いてみて。低反発が良くないですか？あ、気持ち。すごい。なんでしてんの？いや、今手入れたから。え、すごいよ。なんかヒールっぽい。ヒール？これちょっとヒールっぽいね、なんか。画面全く。ちょっと大きいかな？いいプレゼントもらっちゃったよ。どうしよう。あげてる？数で分かってる。数で分かってる。え、似合う似合う。すごい。おしゃれ。しかもおしゃれ。なんかありきたりなの形じゃないのも超可愛いでしょ？はい、これなんか旦那に取られそうだな。確かに。お揃いで買ったりとか。はーい。かわいい。おめでとう。メリークリスマス。メリークリスマス。いいね、クリスマスって無条件に。うん、やっぱいいよね。こうやってプレゼント選ぶってさ、相手のためを思ってなんかね、思う時間がいいよね。すごいすごい。これも無印？いや、こう、私は2つ。すごい。考えて。5000円以内？2つ？じゃあまずこっちからいきます。2つなの？ 1なの？うん。こっちは。はい、2個、2店舗回ったってこと？無印じゃないよね。すごいよ。どっちを先に買ったの？こっち？こっち先で、余ったお金でも許す。ね、余る感じもいいよね、いくらって決めると。なにこれ、子供用？そう、カリちゃんと絵本読みすごいしてるって言ってたから。え、嬉しい、ありがとう。絵本読みしながら、うんうん、子供がこうやってスタンバリン。素敵。うんうん、多分絵本の中
かにこういうの出てくるから子供がこれをしたりとか。いいね、コミュニケーションの時間をプレゼントしてもらったみたいな。こういうさ、チークみたいな音出る系すごくいいからさ、しかもこういうの欲しかった。楽しそうだなと思って。こういう感じ。あ、もう歌になってんだ。ああそうなんだ、クリスマスソングの ね、 お話ね。いいじゃん。てかすごくクリスマスソングだね。これ撮影ちょっとクリスマス前にやってるので、はい、クリスマスに向けて。じゃあ絶対喜ぶと思う、さっちゃん。子供の時に聴いてる曲って意外に大人になってからこう思い出深くなってくる、うん、ね。なんか絵本もそうらしいよ、やっぱなんかお母さんの声が 愛なんだってね。ありがとうございます、はい、かわいい。クマのさっちゃん用プレゼントみたいになっちゃったけど、食べ物じゃないですか。違う、クロちゃんの。ありがとうございます。カレーとか。あー、スープたち。あー、でもとにかくお菓子系だわ。数がすごい、数が嬉しい。やっぱ自分だとさ、なんか散財できないとかあるじゃん。このスープにこんなお金使っちゃっていいのかみたいな。嬉しい。バームクーヘン、クロちゃんはこういうの好きなの。大好きです。このクッキーね、いいね。もうこそこそ食べよう、ちょっとずつ。さっちゃんにバレないように。あ、ルイボス、アップルのルイボスとか。カレー、嬉しい嬉しい。超出てくる、超出てくる。いやでもね、大好きなんですよ、私、無印が。それは知ってるっけ、言ってたっけ。なんか無印でこういう、フル系、うんうん、いっぱい買いたいみたいな。すごい、このなんとかも。そう、このなんだから、一から作れるんだ。で、カレーと一緒に。さっちゃんと作ってみる。作ってみて。嬉しい。やっぱなかなか自分でこんなたくさん買えないもん。そうそうそう。私もでも結構、いくら以内とかでクリスマスプレゼント会とかあったら、まあ、結構こういうの選んだりするかも。喜ばれるかなと思って。美味しいしね、無印の。美味しい、これとか大好き。楽しいね。なんか大型じゃなくてもやっぱこの選ぶ時間を使って何が喜ぶかな、やっぱ相手のことを考える時間がもうないからね、うん、こんな風に、うん、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。35歳の2人の贈る5000円のプレゼントです。こんな感じになりました、はい、皆さんだったらどんなもの5000円で選びますでしょうか。ぜひコメントください。ぜひこちらの動画グッドボタンとチャンネル登録をしてください。お願いします。概要欄にブログ、インスタ、ツイッターの URL も貼りますので、そちらもフォローしてください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。